おばあちゃんは毎日行きつけの喫茶店に行くことが習慣になっています。でもここ最近おばあちゃんの様子がおかしいです。朝おばあちゃんがモーニングに行く前の場面です。おーい、久江さんや。はい。モーニングに行ってくるでよ。財布持ちましたか？今は肌寒い秋です。しかしおばあちゃんは袖の短い寒そうなドレスに着替えようとしています。皆さんは今日の天気を見て気温や気候に合わせた服を選んでいます。しかし季節の感覚がわからなくなるとその時々に合った服を選ぶことが難しくなります。季節感が以外に時間や場所、人がわからなくなることを見当識障害と言います。次はお嫁さんの対応を見てみましょう。これとてもお似合いだから今日はこれ着てってね、はい、それでちょっと小寒いので首にマフラーをかけて帽子もかぶりましょうか。はい。ほらお母さん素敵、お似合いよ。あら、そう？大さんがそう言うなら今日はこれを着ていこうかね。はい、気をつけてね。じゃあ財布にカバン、財布を入れて行ってらっしゃい。行ってきます。このように季節感がなく適切な服を選べなくても周りの人が声をかけたり手助けしてあげることが安全に過ごすことができます。皆さんも優しく声をかけていきましょう。